松江よ、松江よです。心の愛しさ、愛す小太郎さん、お疲れ、ありがとう。お疲れ。新さん、ネモフィラ、ありがとう。里井太郎さん、サル一さん、クラッカ、ゆうちゃん、ネモフィラ、ありがとう。サバユースケさん、ハート。マブさん、かわいい、ありがとう。ヤスベさん、サル、ありがとう。なっちゃん、かわいい、ありがとう。ヤスベさんも、サル、ありがとう。美容院行った。あちゃん、かわいい。ヤスベさん、サル、たったいたらさん、ネズミ、ヤスベさん、クラッカ、ありがとう。美容院行きました。わかる、伝わる、このキューティクルさ、伝わるかな。クラナイさん、クラッカー、ありがとう。あと毛先切った、金丸さん、ネズミ、ヤスエさん、かわいい、リスタニア、コトラさん、かわいい、カムカムさん、ネモフィラ、ありがとう。ナトちゃん、かわいい、ありがとう。心の愛さん、かわいい、ありがとう。ここだけね、ちょっと巻いてもらったんですけど、巻き取れちゃった。前髪もやってもらった。前髪も切ってもらったから、超綺麗じゃない、だって。これはやばすぎる。チンライさん、かわいい、キッチンさん。クラッカー、ロトリタさん、クラッカー、ナベナベ市長さんに合う。ありがとう。嬉しい。超綺麗よね。いや、びっくりした。OKP さん、ハート、ありがとう。なんかね、ヘアオイルを使うよりヘアミルクの方がいいって言われたから買った。毛先がね、バラバラだったので揃えてもらいました。あ、加工なくなったん？ほんまや。ひろのりさん、かわいい、ありがとう。あ、これあれ市販だよ、薬局。まさとしさん、ハート、ありがとう。普通に薬局で買った。そう、髪のボリューム減ったかな、すいたから。あの、巻き髪そんなにしないって言ったらやってもらいました。そう、結局寝なかったからね、眠いんですよね。岩田さん、パラ、ありがとう。加工終了したらしい。家はね、1時間半とかで終わったかな。千葉県さん、クラッカー、ありがとう。2時間もかかってない。奇跡が起こりました。美容院行ったところの美容院の店員さんが、店員さんの妹と知り合いだった。奇跡じゃない、えってなって。世間狭ってなった。
世間は狭い。ねえ、すごない？家の近所じゃないです、全然。全然ね、顔似てなかったから分かんなかった。でもそんなね、後輩とか知らないんですよ。後輩とか知らないから全然知らなかったんですけど、唯一その子めちゃめちゃ可愛くて勝手に一方認知してたから知ってたっていう感じ。すっごい美少女みたいな子なので、それで知っててで、え？みたいな思って、明日朝配信、そうそう、明日レッスン行く前にしようかなと思ってる。金丸さんハートありがとう。夜がね、わかんないんですよね、なんかどうなんだろう、できるのかなって感じだから、起きてするか。でももう今日は早く寝るからさ、もう昨日結局寝れなくって、何時に寝たっけ、3時とか3時半までには寝てた気がするけど、3時ぐらい寝たんですよ。だからふうくんお疲れ、ありがとう。寝れんかった。しかも何をしてたんだろうって感じ、本当に何もしてない。え、なんかね、 YouTube 見てたっけって感じ。何してたんだろう。これ違う服、今日しかもね、お昼前から美容院だったからさ、これはお話し会で着たことある服かな。武士さんハートありがとう。ご覧ないさん、かわいい。柴犬さん、かわいい、ありがとう。かわいい？ベストみたい、なんかね、なんだっけ、ビーフェみたいな、ビスチェみたいな、ちょっと分からん。高級そう、本当？これセットでね、5000円ぐらいだった気がする。4500円とか、5000円いかなかった。これこれ2個付きだよ、これも付いてこれも付いてなんですよ。あっちゃさん、かわいい。みんみんさん、かわいい。千葉県さん、かわいい。岩田さん、かわいい。りさん、安いやろ。レキスさんハートありがとう。めっちゃ前に買ったやつ。ヤスベさん、かわいい、ありがとう。今日カフェも行ったん、そういえば紅茶美味しかった。かわいい、キッタンさん、かわいい、かわいい。毛先も切った、あとすいた、だから今トゥルトゥルな髪の毛しか残ってないです。でもなんか毛先の、なんか毛先がね、多分傷んで茶色いから、もうちょっと切りたかったけど、もうちょっと伸びてから切ろうってなりました。あとここがもうちょっと伸びたら、ここのラインに合わせて切ろうかなと思ってる。いや今日でもね、ご飯、え、なんかどうなんだろう、何なんだろう、どうなんだろう、ご飯、ヤにとってチーズケーキがお昼ご飯みたいななってたな。そういう食の人がいないからあれなんかな。ティーマンさん似合う、ありがと
どうなんだろう。なんかね、ご飯系が食べたくなくって、なんかね、なんかそういう気分じゃなくて、チーズケーキ夜食べてない、食べませんでした結局。だから今日は、あ、でも朝ね、アロエのヨーグルト食べた、飲んだから、あとチーズケーキと紅茶と、なんかマンゴーなんとかみたいなやつ、なんかマンゴーフラペチーノみたいな、フラペチーノなんかシャーベット状のマンゴーみたいなの食べました。いや、もう寝るからいけるかなと思って、今日はね眠いですね。ほいさん、ハートありがとう。本当は11時ぐらいまで寝て配信しようと思ったんだけど、巻きが取れちゃうと思ったんですけど、結局巻き取れちゃってるから。ふみさん、ハートありがとう。お店事前に調べたんじゃなくてね、なんかカフェ広島みたいな感じだった。カフェ広島、部屋の24時間の使い方おかしいです。初めて行った、髪の毛めっちゃいい匂いする。トトロさん、誰もありがとう。あ、今日カービィの誕生日知ってる？カービィの誕生日ね、あの夜中に祝いました。カービィおめでとうって言って妹がカービィ好きだから、今日カービィ誕生日らしいよ、誕生日だよって言われたから、おーカービィおめでとうって言った。そう、カービィ誕生日だよ、みんな。私の新幹線くんグッズ出るかな。カービィ何歳になったんかな。妹カービィ大好きなんですよ。ギャモはドルで好きで、カービィだったらカービィが好き。カービィ年齢ってあるんかな、何周年かってこと、なんか30周年ぐらいかな。スマブラのカービィって一番使いやすくない？スマブラ一番使いやすいキャラクターカービィだと思ってるよ。カービィだったらね絶対勝てる、 99.8% ぐらいで勝てる自信ある。あちゃさん、レインボースターありがとう。誰もありがとう。29歳のカービィ、え、スマブラ絶対カービィがね一番強いと思う。だってあれやもん、吸い取れるんですよ。そう、 99.8% で勝つ自信がある。でもファルコンパンアンチは近くに行ったらもうあれは無敵。あとなんかさ、紫のなんか気配出せる人、あの人はね、あれはプロですね。あれは勝てます、あれ 100% 勝てる。で、重いんよね、体が重いからね飛べないんですよ。カービィって性別あるん？カービィ
性別おるんや。ガノンドルフらしい。完璧。ヤイはね強いんですよゲーム。今日ねハムスター忘れとって、なんか半日ぶりかちょっと約1日ぶりぐらいにハムスターのアプリを開いたんですけど開いたんですけど、お越しのデータからさ、ゴーゴー、GG ありがとう。めっちゃ怒ってた、超怒ってた、ごめんって思いながらめっちゃ怒ってた。超怒ってた。もうなんか水のとこに行ってめっちゃ怒ってこっちに目で訴えてた。そう忘れとってさ、ご飯もあげてなかったんですよハムスターに。激怒してた。ケージが汚れてるって怒ってました。あれなんか死なない気がする、あれ1日2日置いちゃっても。でもかわいそう、かわいそうだから忘れちゃってた。あ、みんなさうどんチュルン入れた？いやうどんチュルンあれどこまで行ったっけ、10どっかまであったよ、16か17で諦めました。もう難しすぎる。うどんチュルンめっちゃ難しい。入れましょうみんな。キセさんハートありがとう。うどんチュルンやさ、おとといずっと夜中やってました。昨日か、え昨日かもしれん。夜中何やってたんだろうって言った日、多分うどんチュルンしてたかも。なんかね全然できなくてね、叫んでたもん、はぁーとか言いながら。最近入れたんですよ。で一旦放置してたの、だからまたやり直した。金丸さんハートありがとう。うどんをチュルンしてる。そうめっちゃアイラインサーモンさ取れてるから取ります。妹にね一昨日ぐらいうるさいって言われた記憶ある。ねんといけんのにやーちゃんがうるさいけって言われました。うん、眠たくないよ眠たいよ。全然眠たくないし寒い。寒い。あっちゃさんネモフィラありがとう。暑いよ。めっちゃ眠い。なんか最近眠気異常なんですよね。ピューラーしてます。春だから。コロナシさん、クラッカー、やすべさん回復薬ありがとう。雨かな、雨なんですか。こっちのまつげ落ちてくるから。雨か。雨女なんかな。ビューラー下もできるよ。筋肉ある人どう？
や筋肉ある人ね怖いからね、怖いです、筋肉ある人怖い。てるてる坊主作る、ほら変わる、なんか分かんない。いやでも遊びに行くとき全体雨降るよね。コロナでした。かわいい、ありがとう。アンピ作ってたんだ。じゃあ要は絵で描こう。夢の中で作るかの2択ですね。ここはタンボシ、カミヨシ、チヒロさん、チヒロさん、かわいい、ありがとう。あります、ブチさんハートありがとう。これで晴れなかったらおかしい、逆に。リマルさんネモフィラありがとう。 2000% 晴れる、テルテルポーズ。ありがとう。今日なんかあったっけって考えたら、なんか何があったか忘れちゃってる。目の下黒。個人の方で言ったからさ、クラッカーありがとう。仮眠取るのって良くないなって思った。一番の敵がお風呂なんですよ。お風呂、お風呂、なんかさあれが欲しい。なんかボタンを押したら勝手にお風呂終わってるとか、ボタンを押したら勝手にメイク終わってるみたいな、欲しい。よくネズミありがとう。いやいや、アイドルしてなかったら何になってた。なんだろう、和食料理屋さんの店員。アットさん風呂敷ありがとう。
かなかピンポイントでしょ。前同じ話誰かとした、誰だっけ、あ、マイキューさんかな、マイキューさんの気がする。受けてなかったら何してたのって言われて、おお、私就職する予定だったんですよっていう話をした。個性のホテルだから交互じいじ、ありがとう。交互じいじ。いや、前世って何だったんだろうって思う。前世何してたんだろう。金丸さん、だるま、ありがとう。来世は何をしてるんだろう。前世何してた、来世何してるんだろう。あ、動物診断のあれって前世なのかな。ブシさん、ハートありがとう。いや、来世は雲になりたいです。空の雲か、いや猫でもいいかな。うん、でもなんか喋れないものがいい なんかぼーっとしてるだけの存在みたいな。来世は期待してる。雲とか空とか届かないところにあるもの、月とか花とか。来世は花になる。でもたまに、ね、考えない、なんかさ、あれなんかこの魂なんかどこに行っちゃうんだろうって考えとか、どこに行くんだろうって。将来の夢ね。え、将来の夢なんだったっけ。将来の夢はね、でもね、なんかでもなんかケーキ屋さんとか書いてたかも。プリキュアとか書いてたかもしれない。めちゃめちゃ考えるよね。なんかたまにさ、不意にさ、え、待って、私今生きてるけど、このなんかなんて言うんだろう、この今私の中で起こっている頭の出来事って全部どこに行っちゃうんだろうみたいな、たまに考えるんですよ。どこに行ったんだろう。お、太陽さん、ネモフィラありがとう。え、ね、たまに考える。あとは何考えるっけ、なんか不意に考える、多分みんなが考えてるようなこと、不意に。あとなんだろう、ずっとリザラさん、うま、ありがとう。なんだっけ、何考えるってたっけ。未確認生物はいます。あー、景色初めてなのに前見たことが、夢で見たことあることはあるよね。
リーさんハートありがとう。あ、これ夢で見たなみたいなやつ、あれ何なんだろうね。リーさんハートありがとう。そう、デジャビューいつか見たようなって感じ。ひまるさんだるまありがとう。お腹が訴えてる、空いたよって。ぎゅー、いやーびっくりしたって言ってます。お腹が、でほう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 、サプリグミ食べてないことに今気づいてしまった。ほらお腹がぐる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 って言ってる。メイク変えてないよ。でもヨーグルトあるからヨーグルト食べようかな。パルテノって知ってる？パルテノ、なんかねチーズケーキみたいなヨーグルトがあるんですよ。それ買ってある、食べたいな。ほいさんハートありがとう。めっちゃチーズケーキみたい。パルテノ超美味しい。そう超美味しい。なんかね、なんかねチーズケーキです。栃木のスーさんかわいい、ありがとう。超美味しい。最近ハマってる。一回しか食べてないけどハマってると言っていいのだろうか。でちゃんとストックしてる。ハマったから一回食べて美味しいってなって。ありがとう。ハマってるとは言えないか。めっちゃ眠い。10分ぐらいにランキングも。ほみさんハートありがとう。こんばんは。目の下が黒いのはなぜでしょう。個性のホテルタクです。クラッカーありがとう。ハッシーさんクラッカーありがとう。あれしていい？メイクシート。クマなのだろうか。クマか。クマかもしれない。こんな黒いことある？でもクマ。治んない、治んないです。ダメだ、光ってる。クマひどいよね。なんでだろう。
かね、寝てもね治らないクマってあるじゃないですか。それダメだす、ダメだすって、ダメです。甲子園のホテルタカダさん、ゴーゴー、キヨちゃんかわいい、ありがとう。普段ねバラバラすぎてねダメなんだ気がする。昨日はね、でも6時間は寝てるんだよね。昨日ですら6時間5時間とか寝てる、5か。コロナイさんカモありがとう。君しか勝たん聞きました、見ました。なんかねバラバラすぎてねよくないよね多分寝る時間が。なんか寝る日は本当に16時間とか寝れるんだけど、寝ない日というかすごい寝ない日は3時間だけとかになっちゃうから。ゆすべさんお疲れ、ありがとう。睡眠時間に対して睡眠の質が良くない、そんなことあるんだ。やっぱ規則正しい生活しなきゃいけないんですよね。スケモンさんバラありがとう。バラ元だよ。でもね、一時期ね寝れなかった時はね4時とか5時に寝てたけど、最近は寝れる方なんですよ。でも1時とかには寝てるか、12時前には。朝まで起きてることはねあるんだけどね、朝起きて配信してから寝ようかなとか思うんですよたまに。なんか6時間で起きてるとね、でもねそっからもう眠ささのピークが来てね布団から出れないの。ベンテラさんかわいい、ありがとう。そう朝まで起きてることがあるから、でもなんですよね。寝れないんですよ。でオールすることはないかもええよ。いくら寝れなくても朝8時に起きないといけないってなったら2時間とか1時間は寝るみたいな感じはある。で昨日は本当は仮眠を取らずに夜に寝てそのまま生活リズムを戻そうって思ってたんですけど、寝れなくて結局寝れなかったから、今日今眠いから。でも今日はね寝なかった、仮眠取らなかったから寝ます。それでしかもさお昼もさお昼までにはもう起きないといけなく なっちゃうからというか、起きないといけないから。今日は多分でもこの時間に寝るとめっちゃ嫌な予感がするんですけど、3時に起きる気がするの。これは本当にこれありえそうなんですよ、こんな早く寝てしまうと。3、4時にちょっと待って寝る、起きちゃう気がしなくもないんですよね。だからそっから2時間とか寝れないでしょ。でそれ考えたら6時とかに5時とか6時にもう一回寝るみたいな。そうこれが怖い。お金さんハートありがとう。なんかねたまにあるんですよ。たまたまさん猿ネズミありがとう。なんか9時とかに寝るとさ2時とかに起きちゃうみたいなやつ。
でもね、10時以降寝ることはあまりないかもしれない。たまに本当に究極にあれだったら寝るかもしれないけど。でもね、寝れるかな、寝れるか。朝まで寝れ無理かもしれない。起きちゃう。こんな腹が詰まることってあるんだ。今日は寝れるかな。朝でも何時に起きようかなって感じ。携帯トークに置く作戦でもいいよね。ワンチャンあり。携帯をベッドに置かずにみたいな。一時期すごかったですよ。もう起きて寝ての繰り返しみたいな。明日はお休みでございません。いわばもう5月のどっかまで毎日ある。ありがたいね。暇よりは嬉しい。いや、カーテンをね、つけないんですよ。つけてないから。カーテンをつけないというか、カーテンを、なんか中側のカーテンみたいなのあるやん、白いさ、レースみたいなカーテン、あっちのカーテンにして、あれする。朝日浴びてるんですよ。目覚めるようにしようと思って、自然的に。ただ全然目覚めないですよ。なんかもう逆にこうやってぼーっとしてたら、待って、なんか明るくなってきたってのが見えちゃうのってなる。やばいみたいな。荷物の準備してないな。せないけんけど、もう寝るからいいや。明日でいいや。そうだ、準備してないけんのんちゃん。さっきしようって思ったんだけど。わさとしさん、ハートありがとう。ないだ、もう寝よ寝よ。準備する。でも今日レッスンそんな長くなかったんですよ。めっちゃ短かったけど、朝から起きてたから。いやだ、これでさ寝れんかったらどうしたらいいんだよ。どうしよう。結局2時まで寝れなかったですって言って、朝早く起きて眠いって言ってさ。わさとしさん、かわいい、ありがとう。ありえそうで嫌なんだけど、怖い怖い。携帯隠そう。携帯隠すみたいな感じでランキング読む。次の日なくしてますって言ったらさ、もうアホだよ。
準備しなきゃ。寝落ち電話とか絶対しないですよ。絶対しない。てかね、割とね、結構みんなね早く切る気がする。てか基本的にね電話する、いや親友ちゃんと電話しないんですよ。だからね基本的に電話する人がねミリと、ミリはもう本当に10分15分でもう話したいこと話して終わるみたいな感じだから、ユリナが一番あれかも。ユリナとしかしない。でもいやよね、そう最近ねちょっとね最近思ったことがあるの。いやいや、ユリナとミリアと会う、遊んだり会ったり話したりしてるやん。いやそれ以外ね友達がいないんですよ。え、じゃあ昔どう生きてたんだろうと思ってえ、なんかさ、友達がいないんですよ。なんか親友ちゃんとしかね遊んでない気がする。え、ユリナか親友ちゃんかミリアとしか会ってなくないっていうをね冷静になってね、え待ってってなった。怖くない？いやめっちゃあの、あ萌えとかも、そこそことか萌えとか、いやめちゃめちゃね LINE を消すんですよ。だからなんか消しちゃったら持てない、もうないから。友達が、え本当に、えヤヨの LINE の友達見たら多分どうやってヤヨちゃん生きてんのってなるぐらい、え本当に友達が、いやそう知り合いはいるの、顔見知りとかたまに会って会うみたいな人はいるんだけど、 LINE を持って LINE で話す人が本当にいないの。ヤヨね、だってね、えもう未読できないぐらいね人と話してないんですよ。いや多分5人も話してないかな、多分 LINE で。え多分本当に見てほしい、びっくりすると思う。えいやさ、 LINE の友達メンバーか家族、え本当に多分びっくりするよ。いや最近気づいたの、なんか今までこうやっていろいろなんか遊び行ってるけど、え友達いなくないみたいななりました。そう、この1年で LINE 消してる、消してる。次消すのは多分来年の冬ぐらいかな。どんだけ消すんだって感じなんですけど。えいや本当に、え本当にすごい。いや ST 入って何回消してるんだろう。高校もあの1年の上がる年とかで消すんですよ。だからなんていうの、なんかクラスラインとかさ本当に入りたくない人だったからさ本当にクラスラインって何の意味に入るんだろうと思って、クラスライン入ってもう嫌だったから、まあ、それで消して、高3の時でクラスラインすら入らなかったんですよ。だからね、みんなねクラスラインであの時間割りみたいなを言うみたいな感じだったから、いわば個別で違う子に聞いてた、あ時間割り教えてみたいな。甲子園の方って言ったらカレーさん、レインボーさんありがとう。びっくり。どうなんだろうね、同窓会とかあるからみんな残してるんかな。怖いもん自分が。ご支援の方って言ったから拍手ありがとう。そう、え本当に怖い。最近
最近気づいちゃったんや。いや、なんかユリナとしか会ってなくない、親友ちゃんしか会ってなくないみたいな、なりました。トイさんハートありがとう。わからん、リアの友達の LINE が高いのかもしれない、ハードルが。リアが友達って思う友達のハードルラインみたいな、ハードルが高すぎてわかんない。向こうは友達って思ってるかもしれないけど、わかんない、どっからとか友達なんだろう。え、どっから友達なんですかね、ちょっとこれ結構疑問なんだけど、友達ってどこから友達って言うんですか。いや LINE 返信ねめちゃめちゃ遅いからね。めちゃめちゃ遅いと思う。1日1、2回返すか返さないか。あ、一緒に遊んだことあるの友達なのかな、人それぞれ難しい。え、難しい。何が友達か分かんなくなる。もう悲しい。高校生が高校生の時はなんか全員友達みたいな感じだったけど、卒業しちゃうと会わなくなっちゃうから、そうって感じで、なんか謎にちょっと語っちゃった。語っちゃった。ランキング読みましょう。最近の悩み。で、親友はいるから、親友ちゃんがいるのです、大丈夫です。愛しの親友ちゃんがとか言うとね、普段好きって言ってこないからやめてみたいな感じで言われる。なんかそんなね、好き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 、会いたい会いたいみたいな感じじゃないんですよ、お互いが。なんか何日暇、あ暇、ラーメン食べようみたいな感じ。ゆりなは、ゆりなとは、ゆりな会いたい、早く会いたいみたいな感じ。ゆりなとはなんか、ゆりなに会ってなくすぎて違和感あるとか、え最近会ってなくないとか、寂しい、会いたいみたいな、早く遊びたいみたいな感じだけど、高校の時の親友ちゃんはなんか全然そんなんじゃない、もう好き好きとかじゃない、無ですね。ミリアもどっちかっていうとそっちかも。なんかミリア好き好き好き、会いたい会いたい会いたいとかじゃなくて、なんか遊び行こうと、ご飯食べよう、いいよみたいな感じで。最近ミリア遊んでないからね、いやよ、いつからだろう、めっちゃ前かもしれない、ケンタッキー食べた日から遊んでない気がする。ちょっと嘘ついたかも。え、いつから会ってないの、わかんない、なんか会うからさ分かんなくなってるという感じで、 LINE を、 LINE をじゃない、ランキング、ランキング、ランキングやりたいと思います。怖っ、頭の中に LINE を消したいと思いますとか言おうとしてる。ありがとうございました。間違えた。ランキング見ます、ランキング、ランキング13位、7日2さんありがとうございます。12位ピアニッシモさんありがとうございます。11位はじりこさんありがとうございます。
10位なおとちゃんありがとうございます。9位なべなべ社長さんありがとうございます。8位 TM マンさんありがとうございます。7位トイさんありがとうございます。6位ホミさんありがとうございます。5位仕事中のフーカーありがとうございます。4位あっちゃさんありがとうございます。3位甲子園の法廷高田さんありがとうございます。2位心のわしさんありがとうございます。そして1位森田さん、いいね、ありがとう。今日何にしようかな。巻き髪にしよう。ありがとう。いい感じ。1位安部さんありがとう。今日の絵はこんなんでした。ありがとう、みんな来てくれて最高だぜ。ありがとう。絵はパルテノ食べる食べるんかいって感じだけど。おやすみー。